ということなので始めさせていただきます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。5番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。トップバッター嫌いだな本当に、進行論か、村の人は黒くならないでください。はい、あとなんて言うんだろうな、殴られたから殴り返すとかじゃなくて、その殴られた理由が正当だったらそれは白理由になると思いますってとこかな。あとまあ俺この位置なんで、あの霊能者さんとかパッて出てほしいですね。霊能者さんとか占い師とか、まあ潜伏したってほぼほぼ利がないと思ってますよ。盤面すっきりさせて2周目考察させてくださいって感じですかね。はい、こんなもんかな。以上、6番さんどうぞ。6番のプレイヤーが発言します。5番さんはちょっとわかんないね。どっちもあるかも。どっちもあると思う。狼もあるし村人屋もあると思うし、僕進行論は霊能は2周目でいいと思う。5番さんの位置で同時に出たらいいんじゃないかな。パッと占いだけでいいと思う。1周目出るのは盤面によってはね、3CO だったら例の潜伏もありだと思うから。僕はありだと思うよ。2回結果落とせるっていうメリットがあるからね。まあね、例の 2CO の場合は、まず新芽ナイフを釣って、2日目もし占い審議ついたんだったら占い行くかもしれんから。霊能通信用の場合も霊能者さんしっかり頑張って発言してほしいですね。占い師決め打ち成功したら ほぼ勝てると思うから、占い師の人も頑張ってください。7番のプレイヤーが発言します。そうですね。まあ僕は SG1 の村人は釣りたくないのでね、アクロを釣りたいですね。まあ簡潔に言うと、白い人は残して黒い人を釣りたいですね。まあその一例として挙げてますね。なのでみんなはね、狼と狂人のように村人の方に集団で投票すればいいじゃないですか。 SG1 の人に、行動としてそっちは人外に近いから、僕はね、村なんでね、白狼って言ってね、誰も釣らないようなとこ行きますよ。白狼とは黒なので狼ですね。狼なので黒ですね。もうこれ以上言わないんで、白狼は白ですって言われても答えようがないんで、白狼って黒です、僕のイメージは。あと霊能はね、もうレスラーとかいらないからあれね、占い師の新芽が下がることがある。シングル占い師の。あのね、あと、これのゲームって、2-2場面作ればいいと思うし、占い精査したいから、俺は。やんなくていいって、って俺は思うけど、以上。平和村とかいらんから、8番のプレイヤーが発言します。おはようございます。8番のキズです。村人陣を引いた。これは歓喜ですよ、歓喜。2回連続人狼という場面から、ね、見たいんですけどね、村人陣は見事に引きました。すいません、7番さん残り20秒ぐらいから発言がなぜか、僕の多分機器の不具合で聞き取れなかったんですけど、まあ、それはすいません。大したことは言ってねえけどね。大したことは言ってねえけど、まあ、2人でものでもないわ。狂人やら人狼やらいろいろ仕事してね。とりあえず俺の趣味で霊能するとかしないでほしいって。できたと思います。精査すればガチに死ぬのあれを高められるかもしれないけど、6番さんと7番さんの進行論に1、5番さんもか。
の進行論について。釣りたくなってくるんだよ、皆さん。みんなの発言して。今日もレースらしたおかげで、占い師の、うん、新占い師の新面が下がって、っていうか、新占い師黒出したのに、破綻なく。時間ねえわ。まあ、2周目も黒出したのに。村のやつが反応しないから、最終場面で負けたしさ。のプレイヤーが俺が黒出されて、黒追われて、負けるっていう、もう疲れてくんだけどっていう。1周目お願いします。霊能仕様です。霊能仕様です。把握お願いします。対抗出てきたらバチバチにぶん殴ってやるんでね。はい。ぜひ、出れるものなら出てみなさいと。で、まあ、グレーの精査なんですけど、俺個人的に6番さんのね、進行論好きだったかなーって感じ。うん。いやね、まあ、霊能、まあ、にしようあったら、脳死で、まあ、釣り切るっていう。いや、それはまあ、進行としてね、普通なんですけど。まあ、にしよう出て、まあ、釣り切り前提だけど、それを心に留めてね、うん、話してくれると、やっぱり、まあ、霊能としてもね、ちょっと、惜しかばろうってなるんでね、うん。ちょっとね。6番さんのその進行論は好きでしたが、今のところは色落ちなしです。皆さん、僕も考察2周目頑張っていきます。1番のプレイヤーが発言します。聞こえますかね？占い師です。蜂に白が刺さってます。蜂に白が刺さってます。聞こえますかね？なんかよく初め聞こえづらいって言われて、なんか、いわゆる聞こえるんだったら聞こえるって言ってください。蜂白です。聞こえますかね？ちょっとチャット打ってもらうと。はい。でね、これね、多分ね、俺、球審決めるっていいと思うよ。だからね、多分対抗の霊媒は出れないと思ってる。なぜならば、六番さんの意見で結構、無駄になること言っているのよね。それでわざわざ出てきて対抗ぶん殴るって言ってるんだよ。うん。だから、下手したら6番さんから反感買うかもしれないんだよ、9番さんっていうのは。うん。だから俺もうね、対抗の霊媒は出れないと思ってるよ。うん。そんな感じ。もう球審決めるっていいレベルで今のところ思っている。現状、怪しいところは拾えなかった。でも対抗出てきたら強靭か狼かライン精査をちゃんと頑張ろうと思っている。うん。とりあえず8番に白が刺さっている。刺さっているからちゃんと聞き逃さないでね。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。自分村人陣営でした。占い師、この場面ね、対抗とかっていうわけでもないので、じゃあ5番さんから、9番さんまでのちょっと、色をね、ちょっと言ってこっかなと思って。俺の印象ね、まず、5番さんがどうだろう。5番さんが、ごめんなさいね、最初言いたかったらなんだっけな。7番さんかな。7番さんがなんか平野村とかいらないからっていう。俺は平野村は好き派です。うん。それは、まあ、ちょっと意見の違いなのかなと思います。でね、5番さんがね、なんだっけ、2周目から、あ、じゃあ6番さんが2周目からでもいいみたいな話で、5番さんが1周目からでもいいから、どんどん、言いやすくなるから、出てほしいなっていうのを言って、6番さんがそれを少し触れてたってことが、6番さんが俺が印象良くて、その点で。で、5番さんが、フルオープンなんで欲しいのかなって。3番。のプレイヤーが発言します。よろしくお願いします。この場面で、あと4万3しか1周目ないので、まあ、4万3が出てくるか出てこないか、このエンド墓地って結構重要だと思うんですよね。エンド墓地って何でしたっけ？エンド墓地は真の7しか、ローかってことでしょう。強人はいないってことでしょう、確か。うん、そこだけは把握しました。一周目で8番さんがちょっと怪しいかなと思ってきたんですけど、1番さんが8番さんにしろと、というところですか。8番さんがちょっと怪しいかなと思ってたんですけど、1番さんが占い師で8番にしろ。ここで9番さんが1周目から霊能出てきたっていうところで、もう9番は死んでいいと思います。でも2番さんはなんで9番を死んでおかなかったのかもすごい気になります。あとは4番さんの出方次第でガラッと考察は変わると思います。よろしくお願いします。4番のプレイヤーが発言します。知って出てたんですけど、本当の占い師は自分です。まあ、ランダム占いで初日8番占って白で、まあそこ被っちゃうんですけど、まあ僕の方が正しいというか、もう自分からしたらもう1番が強人か人狼なんですよ。でまあ、8番被ったのはまあ仕方ないと思うんですけど、まあ、できれば1番を信じてほしい。あとなんか1番が霊能者のなんか対抗が出ないとか、
なんかそんなこと言ってた気がするんですけど、なんでそこに確信があるのかなっていうところ、あ、8番白です。はい。なんでそこに確信があるのかなっていうのはわからないんですけども、自分からしたら1番人狼かもしくは狂人なんで、1番釣ってほしいです。お願いします。5番のプレイヤーが発言します。はい、4番さん何言ってんのかなって思いました。あの村目線占い師初日に釣るなんてそっからの精査落としづらいんで絶対ないっすよってところから、まあ1の方が今のところは新目かなって、まあただ2人とも進行論はちゃんと言ってほしかったなってところ、役のね、うん、俺気になったのは2番さんだな。2番さん、俺の話ちゃんと聞いてないんだって。俺がなんで最初出てほしいかって言ったら、この位置だからみんなの発言一周分しか聞いて発言できない、だから霊能とか占いとか潜伏やめてほしいって欲しいって言ったんです。考察鈍るからね。はい、うん、そこまでちゃんと聞いててもなお印象悪いって言うんかな。まあいや、うん、あと3番さんもそのポジションでなんか4番さんのことばっか触れて、エンドポジは進化ローしかないみたいな、それよりかあの出ていない4番さんを触れるよりかはグレー精査しっかりしてっていう感じです。はい、6、7については正直進行論だから2周目だと思ってるし、6の意見はまあ俺は違うけど、それは宗教の違いだから別にそれだけで黒く見るとは思ってない。うん、現状気になるのは2、3かなってところ。はい、うん、占いだったら1の方が新目かなって思ってます。うん、こんくらいかな。今日の釣り時2、3で上げときます。以上。6番のプレイヤーが発言します。僕は1強あると思うけどね。1強あって、強人だから根の出てこないっていう発言があったのかなっていうのと、まあ、8白打ってるし、1周目8っていうのはそんなに白くなかったし、5、6、7の進行論全部わかるよって言ってたから、怪しいところに白打ってきた狂人もあるのかなって思ってる。4の1って今日ないでしょ。もう隠し白作ってるわけだから。まああってもローだよね、4は。うん。だから僕はどっちかっていうと、4進1強もあるかなって。まあローもあるけど。わかんないね、そこら辺は。強もあるっていうのは頭の隅に置いとく。やっぱ5番さんも言ったけど、2番さんの発言はちょっと引っかかったね。5番さんへのツッコミ。なんかフルオープンを押してる意味がわからんって言ったけど、5番さん別にフルオープンは押してないんじゃないかな。例の1周目で出てこいって言ったぐらいだったと思うんだけど。僕の把握漏れだったらそこら辺は申し訳ない。で、まあ、宗教の違いっていうのもそうだしね。7番さんに関しては、まあ、自信ある人だなっていう。どういう発言するのかな、2周目っていう期待はしてます。7番さんもわかんない。3番さんに関してはどうだろうな。まあ、ニロいないかな、グレーで。ってなると、ローが硬いんかな、占い。思ってきたりもするけど、まあ、2行きたいかな、僕も。7番のプレイヤーが発言します。うん、占い行きませんか。一番怪しかったら一番の色見たら、黒だったらでかいよ。6番さん決めするんでしょ。明日決めするのも明後日決めするのも同じだよ。今1位ったら、グレー精査俺はね、正直わかんねえんだよね。占い精査が合わないって意味では5番って言ったような気もするけど、6番はね、決め打ちするっていう進行論をね、決め打ちするかもじゃなくて決め打ちしたら本当に実際に行動に移したら、間違っててもいいじゃん別に。白が出たら対抗のやつもすればいいだけの話だから。そしたらロラできるから必ず3日目迎えられるよ。俺2、1番目でね、失敗するとね、村瀬ってね、占い精査失敗すると負けるからね。だからね、1釣りでもいいんじゃない。俺は1は2セラような気がしてるんだよね。4が死んだ気がしてんだよね。だからね、グレーだとね、わかんないんだよね。2番がやたら押されてるなっていう。俺の論で言うと3番まで押してしまうと SG1 は釣らないっていう俺は考えだからね。うん。集団いじめはしないって言ってるから、ちゃんと行動通り、3か5か6行くってことになるけど。でも本当に、まあ、陣がいるんだろうけどね。いるに決まってんだけどね、もう恥が隠しろだから。よくわかんないところもあるんだよね。まあ、期待してて残念だけど。あ、平和村について。あ、俺は占い精査したいだけ。
もう直感で4が真な気がするから俺は1行きたいなっていう。2分1ってもう高確率で決めれるのと 25% だからねっていうとこ。まあ2番3番の話聞いてみるけど、6番さん行かない？うん、1番に。決め打ちできないんだったら俺6行こうかな。8番のプレイヤーが発言します。釧路ありがとうございます。7番さんの意見で、占い師を釣りたいと。うん、僕ごめんなさい。それ反対です。賛成はできないですね。ここで占いを真決め打つっていうか、なんていう占いロラをこの盤面でするっていうのは、俺は賛成できないんですね。まあ、それの一つっていうか、まあ、大きな理由として、なんていうあれ、何やっけ占い結果っていうか、あれ、ヒント？まあ、単純にグレーを詰めるヒントがなくなるってことやな。うん。そこを見て、7番さん。試合展開によって。そこを見て、まあ、人狼または狂人に見えちゃった。うん。です。で、1、4の人狼か狂人かなんだけど、うん。まあ、どちらかというと4の方が占め高いよねって感じ。うん。1か人狼か狂かはわかんないけど、でも、だからといって、今日釣るのは違うと思う。うん。だから今のところ7が怪しい。うん。で、時点で2、3。うん。あと2、3の発言聞いて7かそっちかって感じで決めたいと思います。9番のプレイヤーが発言します。はい、2周目お願いします。現状7番は強め高いかなっていうふうに感じている。まあ7がもし、強靭じゃなければ1、4神教で追うけど7が強靭なのであれば1、4は神道で追うのかなって感じで思います。なので7の色を見たいかなって感じ、個人的には。で、まあ、現状グレーの中で一番白っぽいのは5番さん。はい。5、6、7と来て、5番さんが唯一4、1の精査、どっちが真っぽいかっていうのと、しっかりと釣り位置を上げていた。4、1の精査ができているあたりがいいかなって感じ。まあ、4、1の精査なら、俺は4の方2戦目に見えてるかな、現状は。6、8番とは違うけど。まあその点6、8とは視点が合ってないっていう感じ。4番さんっていうのは8番に白が被っちゃったけど、みたいな。すげえ嫌そうな感じだったんだよね。別に、4が死んで、もし村人家なのであれば、8に白が被る。うん、まあ、8番、隠し白が1人増えるんだから、それはそれでいいじゃないですか。うん。なんでそんな嫌そうな感じで言うんですかね。って感じで引っかかったのが1点。うん。で、まあ5番さんは違う理由で4番さんに攻めで見てたけど、そこはちょっとわからなかった。うん。なので現状、俺は4、1なら4の方に。1番のプレイヤーが発言します。AYC 企画ありがとうございますってところでね。どうなんだろう ?7 番さんの話は俺、狂人には見えないけれどって話。7が狂人だったら、ご主人を釣りに来てる行動だよって。だから7は俺して、白いねんけどなってこと。でね、3番も位置的には白いんだよね。3をロージックで置いた場合って、平和村にする流れ、だって4番さんで出なかったら、あれやろ。だから位置的には俺は白いと思うねんけどな、3番も。俺視点はね。で、4番が、まあ、俺の白に被せてるってことで、ローメア高いんだが、でも発言だと共鳴を拾えるっていう、なんか矛盾のロジックに陥ってる。俺を釣りたいと。強ムーブにしか見えない。で、この違和感って何なんだろう。4番くんスライドとかあるん？実は君が狩人でとか。なんか、あなたの言葉の矛盾で俺はロジックに陥ってる。で、俺はできたらお願いしたいのは、8白確定したんだよ。だから、カリウド出てほしいっていうのが俺の本音。で、グレ詰めたらめちゃめちゃ強い盤面なんだけど、ダメなんかな。俺は出てほしい。出てくれれば、多分明日高確率で黒釣れる。うん、まあ、占い生産に勝ってくれればいいけど、最短9番だったら8番で9番しっかり試合してね。そうしてくれれば、俺は何も文句はないけど、俺を狂人と見るとか、狼と見るっていう。大丈夫？押された1番がこういう回答してんだけど。まあ、大丈夫？始まって9番。俺は2、5、もう俺ね、論じないよ、もう。悪いんだけどね、遺言すら残さないけど、始まって9番はしっかり謝ってくれるなら別にどうでもいいわ。762でいきたい。762でいきたい。うん、3番の発言はどうだか知んないけど。2番のプレイヤーが発言します。
はい。1周目、2周目考察聞いて、言いたいと思うんですけど、まず、7番さんの占い釣りは、やっぱり納得できないかなと思います。決め打ちは。ちょっとね。うん。そこで言う、そこだけ拾うなら、狂人の俺には狂人目線に見えますっていう、いうことと、あと、8、9番さんがね、それに関してはちょっと意見が近いのかなって思いました、俺は。で、一応の精査なんですけど、俺1番さんと4番さんの、色はどちらも、なんて言うんだろう。どっちも偽にも見えるし、本当にも見えるんですよ。っていうのは、なんだろう、4番さんがね、8番さんのその詰まったっていうのも一つで、それが偽目には見えるんですけど、その後の発言は全然、偽っぽくはなかったかなって思ったのと、1番さんがね、ちゃんと、村目を取りに来たのが良かったんじゃないかなって思いました。で、そうだな。ただ、3番さんが確かに、色見えないっていうのもあるんですけど、この時点で、黒くもないっていうのも、それは発言別にそんな、多くなかったと思うんですよ。で、3番さん発言してたのって多分1、4が、4がこの後で占い出たら、真か、ローしかないみたいな話をしてたんですよ。で、これに関してこれだけで色見ちゃうのっていうのもありますけど、確かに3番さんのラインが見えないっていうのがありました。でも多分今日267の精査になるんですかね。そこはまあ、どうだろう。267の精査で言ったら、俺は1番、7番さんが強めなんで、ムラリないかなと思いました。以上です。3番のプレイヤーが発言します。ごめんなさいね。僕、7番さんの上に白のマークつけてるんですけども、7番さん、これ、強靭の行動する感じじゃないでしょう。俺、14の精査、全然飲めます。っていうのも、7番さん、本当にムラ目あるから、ムラ目の行動してるからだと思ってます。2周目だからね、1番さんが2周目だから考察できるんだけど、2、6、7だったら、みんなが2を釣り寄してるんだったら、2を釣り寄せてるんじゃないのって言うんですけど、2、6、7って散らしてるあたり、あり、ある人は1人はあるかなって思いますけど、村全体がやべえって、4番さん8を後ろ確認したっていうメリットもどうかなと思いますけどね、でも1番さん狩人を炙り出そうとしてるのか、本当に、うん、8が白角だから、あと9も白でしょ。俺何言わなきゃいけないの?8922に説教しなきゃいけないの俺も疲れんだけど、狂人釣る、あんたらって何やってんのってレベルなんだけど。すごい突っ込まれたけど、悪いけどもう説教されるレベルだからね、8922は。2周目でしょ。村だったの。いや、9は村なんだよ。2周目でしょ。色落ちないでしょ。何狂人の色見るって言ってんの?大丈夫なの?この人っていう。破綻のリスクもないから、ね。まともなゲームをしてないから負けるんだから、もう3番がいるなら3番のためにも一応遺言残すよ。あと4番さんの出方次第って言ってますけど、5番さんすごい俺叩かれてるなって。2と3だったら2強いからね。うん。3の発言。だから、でもね。いや、どうすかね。僕ね、1、4の精査でいきたいと思ってるんですよ。4番さんどうだろうね、2周目っていうところで、1番さんはなぜか2番さんを外してる。外してないけど、2番さんの流れじゃなくて、2、6、7って散らしてるんですよね。僕、7番さんは本当に素人だと思ってます。今日じゃないと思ってます。1、4の精査しようと思ってます。俺はもう釣られても1行くよ。3番みたいな人がいたとかな。なりに考察はあまりしてないんですけども、自分からしたらもう1黒確定なんですよね、黒陣営。なのでまあ、でも一応今日2番なんか投票するみたいな流れになってるんですけど、まあぶっちゃけ1番投票したいところでありますけど、まあ、俺は1しかいかない。そうですね、みんな2番怪しいと思うのは2番入れていいんじゃないでしょうか。自分は1番ですけど、ということです。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。これも1番。気づくしかありえない。3番と4番がローだとしても、もう8番と9番に任してらんねえ。こんな村負けんに決まってんだろ、こんな。狂人を釣ります。色みたいです。もう大丈夫か ?2 番の発言真っ黒だろ。狂人釣るゲームじゃねえわって、これもう。俺は、3番のプレイヤーが発言します。これさ、俺最初ちょっと投票見させて、マッチで最初って投票見れないから困るんだよね。とりあえず占い師が誰入れたか見るね。4番さんが1番さん、4番さんが1番さん把握で、1番さんがどこ、1番さんが7番さん、1番さん7番さん、なるほど、1番さんが7番さん。ああ、マジでこれちょっと追加しようか。追加できねえし。
ああ、いいんじゃない？ 4 番さん1番さんに入れてるし、うん、1番さんが7番さん。7番さんは白でしょ。俺は白置きしてるよ、7番さんは。はい、っていうところで、1番さんに出まーす。4番さんが1番さんに入れてる。はい。ダメか、これじゃあ。俺弱いか。はい。7番さん白置きしてます。1番さん、7番さんに入れてる意味がわかりません。1番のプレイヤーが発言します。こっちの狼だってあるやんって。なんでわかんないの？え、これ、そうすると3、7ロールもあるってこと。俺は7の色がどうしても見たい。うん。ここまで占い師に来るって。え、占い師っつって勝てるの？ああ、俺を人外で見るってこと？え、4番さんの新要素って逆に何？じゃあ。ね。初日に俺釣るとか、いや確かにそうだけれどさ。え、意味がわからん。っていうか俺、ぶっちゃけお願いしたい村に。普通にクールダウンし、サンバさん、いいよ。それだったらいいよ。俺は7の色が見たい。7黒だったらじゃあ俺芯見てくれますか？ 3 番さん。え？ちょっと待った、いやいや、待った待った、お前釣る、お前釣る、お前釣る。7番のプレイヤーが発言します。1なんかもう偽だろ、9番も偽だろ、人外が俺に入れてくるでありがたい、こんなの分かるだろ。3が真なんて、3が偽でわざわざこの盤面で出るか、3が偽でわざわざ俺のことを守るか、2の方が真っ黒いよ。強人釣るんだって。うん、2番に行けない9、1って絶対人外だよな。このゲーム強人釣るんだって。9番が例のだったらもうやばい村だから負ければいいと思って遺言も残さないで。まあ9番が負けたらしっかり謝罪してって言おうと思った。3の例のピンときたよ。9と1、君たち人外だよ、確実に。ただ村が弱いだろうな、セオリー。こんなの1釣れない村弱いに決まってんだろ、3の芯が見れない村なんて。うん、2か5か6。うん、9-1はもう偽だろ、こんなもん。うん、それだけでも分かったけど、1釣れない村なんてもう負ければいいんだ、弱すぎる。全プレイヤーの発言が終了しました。これから投票に移ります。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、1番、1番の遺言を発表してください。3番のどう見ても釣り逃れ仕様ちゃうん。え？いや、意味がわからん。あ、責任取ってくださいね。芯釣りました。あ、負け確です。ほぼ。負けねえよ。4番釣ればいいだけだから。ワンチャン勝てる。全然負けねえんだけど、4番釣ればいいから。え？ちょっと待ってください。俺の色が見たいって何正気なの君、本当に。え？あなたが俺、村かもしれないって言っときながら、俺釣るってわけわかんないんだけども。もう死んだのって話なんだけど。とりあえず負けです。とりあえず、じゃあ、終わったら反省会お願いします。はい。終わったら反省お願いします。だったらちゃんと黒探してくれない？俺、いや、俺言ったんでしょうな、あなた自身が。俺って、ちょっと待って、投票されて、はい、霊媒ですって、そんなんあり得る？なんで1級ロールを、ん？ 1 級どう見たの？なに？じゃあ9番の内訳教えてくれよ、7番さん。9番さんの内訳を。え、9死だろ、どう見たって。というよりも、番のあの見立て、俺の色見たいって言ってる、9番とか1番とか2番の感覚がもはやわかんねえんだけど。釣り逃れ。強人だけど釣るって、悪いんだけど3番が人外で、いや、これやる意味ある？強人だったら俺狼だと思った。強人目、言葉では強人。狼だったらなんか出るわ、俺もさすがに。騎士でも出るわ。人外にするつもりでも出るわ。え、3釣れない村とか弱すぎやろ。だって釣り逃れやで、これ。ありえんって。え、これをマジでやってんだったら本当にやばいと思うぞ。いや、3が死んで多分9偽だから9釣るから。いや、これ3釣れば多分 PP ねえから。俺はもう9釣るから。何があっても9釣るから。うん。3番は釣らないって。心の問題だよ、もう。うん。3番は俺を釣ろうとしなかった。人外でもいいんだよ。勝たせりゃいいんだよ。9番？俺を釣ろうとした。
しょうもない理由で、狂人はかもしれないけど色が見たいんだろ。うん、じゃあ狼探してねえから9番するよ。うん、3番は俺がないと言った、9番が押してるからだったんだろう。だから3番が死んだよ。夜が明けました。1番死んだのか2世だのかどっちでもいいんだよ。もう昨夜は9番占えばいいんだよ。方が亡くなりました。ほらそうだろ。5番のプレイヤーが発言します。待ってね、ちゃんと見るわ。一黒、え、ど、あ、一黒、一白。はあ。とりあえず、一白が9、3が一黒。ほうほうほう。とりあえずこれ3つったらいいんじゃない？一旦。ああ、まあけど、占い噛まれてるもんな。まあ、いや、まあけど、3、1でどっちか人外だから3つっていいと思ってるけどね。うん。うん。え、3、1だって絶対どっちか人外だから、3詰めて、そっから9釣るかどうかは次の日考えりゃいいんじゃないって感じかな。はい。うん。それでいいって思ってるけど、はい。まあ、4噛んだ。うん、まあ、地紙って線はあんま追えないと思うけどね、俺は。ってなった場合って、1黒だから3進の9。ああ。俺結構8番さん強人と思ってるよ。仮しよう。ああ、仮しようか。ごめんごめん。とりあえず3、1どっちか人外だから3つってその後9つってもいいと思うけど。6番のプレイヤーが発言します。あさん、えらい黒くなったね今日。まあいいけど、3強を生んだと新郎新郎番目になるよ。新郎新郎を追ってるんかな。そういう発言もなかったし。いやー、1進の門は切ってるよ。1進はあの発言から遺言で死んだったら申し訳ないけど切ってるよ。四神だしね。僕三神で見てるし、九強だと思ってて、二言に狼だと思ってるから、僕の三縄はね、二五九の順番かな。九二五でもいいけど。いや、進路進路、じゃあ進路進路8番さんすらない。あ、オッケーオッケー。じゃあ合気しね。オッケー。僕2でいいと思うよ。それなら。2級、うん、2で終わるんじゃないかなって思ってます。2は黒いよ。昨日から。なんか、9番さんの発言乗っかって、4番さんのことを、なんか、その、何？言い方？なんか白出ちゃったみたいな。隠し白出ちゃったみたいな。そんなん多分2番さんとか拾えないだろうし、僕も拾えてなかったし、でもそれを言ったんだよね。乗っかってる感かなりあったから2は黒だと思うし、3番さん釣り逃れだとは思わんよ。釣られに行ってると思ってるよ。あの例の CO は。2行きたいかな。7番のプレイヤーが発言します。うん。6で負けても悔いはないです。9、1、2のブラック軍団に票を必ず入れます。今日は2釣り。その後9釣り。9なんか芯はありません。狂人と思ってるけど釣ろうとしてる。このゲームは狼を釣るゲームです。狂人だと思ってる7番は釣らないで、他の2、3、5、6を釣るゲームです。9番視点。それを知らないで狂人を釣ろうとした時点であなたの芯はないかなと思って、こんな例のだったらやべえなと思った。でも3が出て全てのついつまがあったよ。3が芯だよ。うん。なので、9、京都、まあ6をもう村置きするんで2釣ります。まあいいや、3、まあどうしよう。3番に合わすけど。あ、でも票がね、割れるとあれだからね。2行くわ。もう6の村は決め打つわ。2が7投票ね。2が1に行けなかった。9強人と置いてもいいし、2が終わったら9番行くから心置きなく。うん。強人釣るゲームでしょ？じゃあ釣ってやるから。2番の後は9番を。8番のプレイヤーが発言します。はい、5番さん、岸尾把握です。そうですね、うん。
俺も1の芯を切ってるね。うん。うん。だから4芯で置く。だから今日は2行って9行って、うん、76のね、発言にめっちゃ便乗するんだけど、今日は2でいいよ、全然。うん。そうだね。うん、まあ、今日俺噛まれるんかな。まあ、まあ、いいやけど。とりあえず今日は2でいいよ。んで、色は三芯で決め打つよ、俺。うん。三霊のと見る。で、五騎士と見る。で、七六白と見る。で、二つって終わると思う。うん。どうだろう。二つって終わんなかったら九。で、それで終わんなかったら六。それで終わり。じじい。九番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。七番の昨日の発言、すげえ、なんか、イライラしたんですけど、俺ちゃんと言ったよね。7番で黒が落ちたら41が新境って分かる。7番が白だったら41にワンチャン進路があるから7を釣って色を見たいって。7を強靭で追ってるから7を釣るって言ってんのは1からの先のやつらね。勝手に把握漏れして勝手に91人外バカじゃねえのって思ったけど。で、6番の視点どうなってんの。68か。何なぜ4番が変わったのかなんだよ。芯のない、これね、1番に3番が黒って言ってるから。1がローだからこそ噛めんじゃないの。やばい。1が、今日、芯で4番噛む意味って、むしろあんの強靭で分かんないから噛んだったら。4番なんかどっちかでも2攻めに見られてね。そうなの。6番くらいじゃねえ、俺の。追ってんの。6、8視点は。うん。3が黒出して、4、1精査した時に4の方が芯っぽいから、3が。まあ1に黒出した、なるほどねってなって。4の芯追ってねえんだよな、確か。58の視点もやばいし、7の把握漏れもやばいと思ってるよ、俺。普通に今日は3釣るけどね。以上。2番のプレイヤーが発言します。ね、なんか俺にめちゃめちゃヘイト向いてんだけどさ、ちょっと6、8番さんに言いたいのね。14、進路で置いてるんですよね。で、何 ?7 番さんも自分が強靭ですって発言してない？完全に。このゲームは、強靭は釣りませんよって。何？もう完全にやばくないですか？この発言を拾わないんですか？皆さん。自分で使用してますよ、強靭。それで、それに便乗ですよ。8番さんもう少し考察してほしいです、俺からしては。4噛まれてない。7番さんの意見に、もう乗っかりすぎです。自分の考えは、せっかく確証もらってるんだから、そこをしっかり精査してほしかったなと思いました。2を釣るしか悪いけどもね。で、その場面、この場面を、皆さん1、4で、人外、釣れてるんですよね。で、4の差しと置いて、地紙がないって置いてるんですよね。9行きたいけど、だったら、3、9飲めんじゃないですか。君うち知らんけど、多分3が死んだと思うから、2行ってから9行ってから6でも何も問題がない。3番さん絶対死んだの。これ釣り逃れに俺は見えたけどね。3番。のプレイヤーが発言します。まずやらないって、こんな場面で。釣られに決まってんじゃん、だったら7番さんって、7番さん、強って置いてるんだったら、それ視点違いますよね。9、3でどっちかが強だとして、っていうところで2番さんが奥に入れるのはわかるんですけど、2番さんって7番さんに入れ替えてますよね。どういう視点なのかなって思ってます。あ、僕潜伏した理由は、6番さんの最初の進行論かな？ 6 番さんかな。霊能2人出たらそのローラーみたいな。はい。僕、ローラーして釣られたくなかったんで、選択しました。まあ、2番だろうな、普通に考えて。強靭って置いてたんで。普通に考えたら。まあ、僕の目線でしょ。2番に食らうもんね。はい。っていうところで、2番さん釣ります。2番さん釣って。もういいんじゃない？ 2 番釣って9番釣れば、6釣るから、俺。もう何があっても6釣るから。俺は6に入れるから、もう3の C しか追ってないから。全プレイヤーの心で考えて、もう3で負けていいんだよ、もう。心で考えられない人がいるんだよ。自分を守った人に票を入れますってわけわかんないことして負けてる人いるんだよ。いいじゃないか、もうファッションで心で感じればいいんだよ。もう何も考えず。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは終わった。ゲーム終了。村人陣営の勝利です。これは無理。これは無理。